光森旅。リポーター森がメディアスエリアのいろいろな場所にぶらっとお邪魔するこのコーナー、今月は東浦町小川にある健康体操教室ハローフレンズイノアにお邪魔していますよ。今週はハローフレンズイノアの代表伊藤さんに実際に健康体操を教えていただきます。伊藤さん、よろしくお願いします。お願いします。今回教えていただく体操はどんな体操になりますか？イノアのオリジナルロコモ予防体操です。加齢とともにですね、ちょっと足腰が弱ってきたり、関節がこわばってきたりして動きにくい体になる、またはひどくなったら歩けなくなってしまって寝たきりになるというような、その状態、またはそうなりそうな気配のある状態も含めて、ロコモと言われておりますけれども、それを予防しようという体操です。ちょっとテレビの前の皆さんも一緒にやってみてください。片手ずつ上に上げて体を左右に曲げます。同様に体の前で羽ばたかせます。
いや今教えていただいたロコモ予防体操、ちょっと動かすだけですけど足上げるとことか結構プルプルきましたね。これそうですね、普段ねやっぱり使わないところを使うと思います。でも一番はやっぱりこうね伸び伸びして気持ちよさ、体ちょっと肩軽くなったかなみたいな感じになれたらいいと思います。とにかく運動はまあ、できれば毎日やっていただきたいですし、まあ、最低でも週に1回、どんなにお忙しい方でも週に1回もう15分でも30分でもいいですから運動の習慣をねぜひつけていただきたいと思います。ただ一人でねやるのはちょっとつまらないかなとか、なかなか、まあ、今日はいっかとかって言って一人だとなかなか長続きしなかったりしますので、まあ、ぜひ地域のね同好会に入ったり、または東浦町でねうちの教室もやっておりますので、もしよろしかったらどうぞいらしてください。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあここでメディアスのサービス絆カルテで消費カロリーをチェックしてみよう。このリストバンドをつけて活動すると移動距離や運動強度、活動時間などから総合的に活動量を割り出してくれるというもの。活動量の確認は iPad でできちゃう。活動量を記録して健康管理に役立てることができるのだ。それではチェックです。1734歩、消費カロリー889キロカロリー、1日の目標のおよそ半分消費しました。皆さんも日頃から積極的に体を動かしてみてはいかがでしょうか。今回ご紹介した健康体操教室ハローフレンズイノアに興味を持たれた方はこちらまでどうぞ。さあみんなでレッツ健康体操。